はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。1月17日ですね。もうすぐお昼でございます。日曜日です。ニュースポスト7っていうのを見ておりましてですね、原稿書かなあかんということを思い出すんですね。これ見ると今日は書きますよ。はい、行きましょう。朝の7時に出たニュースでございまして、トイレ収門、収門でいいんですか、これ収文って読むんでしたっけ、時々日本語の、ね、読み方がわからないなので収門やだと、入会拒否の屈辱を受けるイバンカ・トランプという記事が出てましてですね、収文ですね、すいません、はい、収文、トイレ収文、入会拒否の屈辱を受けるイバンカ・トランプの落日ということで、なんのこっちゃなと思ったらですね、ですね、この夫婦がですね、夫君はジャレット・クシュナ上級顧問ですね、大統領なんていうんですか、ワシントン・ホワイトハウスの上級顧問になっているジャレット・クシュナさん、この方がですね、ユダヤ人ですね、ユダヤ人何度も言いますけど、ユダヤ人というのは人種ではございません、民族でもございません、宗教でして、ユダヤ教徒のことをユダヤ人と言います。で、ジャレット・クシュナさんという方がこうユダヤ人であったわけですね。アメリカ在住のユダヤ人で、で奥さんがイバンカさんというトランプ氏の娘さんですね。39歳で綺麗な方ですね。で、旦那さんの宗教に改宗をしました。したがってイバンカさんも世間的にはユダヤ人ということになります。夫妻はワシントン市内の超高級住宅地カロラマの豪邸からまさに石持て追われるごとく追い出される羽目になっている。カロラマは由緒あるサンクチュアリだ、聖域という意味ですね、サンクチュアリ。ウドロー・ウィルソン第28代大統領をはじめ、歴代5人の大統領が退任後、カロラマを追悼の住処に選んでいる。現在はバラク・オバマ前大統領も住んでいるほか、アマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏はじめ、全米でも指折りの富豪が多く暮らす。副大統領公邸やフランス大使公邸もある。そのカロラマにクシュナー夫妻が今日構えたのは、トランプ氏が大統領選挙を制した直後の2016年12月、638平方メートル、豪邸ですね、いろいろあるんですけど、これを24時間ですね、シークレットサービスが警護してたんですが、この、大きいお屋敷ですよね、だからシークレットサービスが常時24時間で見張るというか、守るんですけど、そのシークレットサービスの方々に、皇帝のトイレを使用することを、皇帝ちゃう、このお屋敷のトイレを使用することを拒否ったらしいんですよ、クシュナー夫妻が。そんな、お庭にね、専用のね、作ってあげればいいのにと。いうことなんですけれども、この拒否したことでですね、最初はね、ご近所を借りに来たりしたんですけど、それはあかんということでですね、最終的にはですね、その、向かいの家のガレージを借りてですね、月3000ドルという家賃を払って借りてですね、そこにですね、トイレとシャワールームを設置したんですね。なんともなんともね、ちょっと納得もできない、自分たちを守ってくれるシークレットサービスにトイレとシャワールームぐらい作ったらお前ら金持ちじゃないかなと。638平方メートルですよ。むちゃくちゃ広いとは言えませんけどね、狭くもない、そうですね。で、その血税からそれだけの金額ですね、2020年9月末まで14万4千ドルの家賃が支払い、家賃が税金から支払われたと。で、ご近所からは大変評判悪いわけですね。これで町にやっと静寂が戻ってくる、さっさとフロリダでもどこでも行ってほしいわというふうに周辺の住民は語っていると。で、今度はですね、フロリダのインディアナクリークのアイランド、インディアンクリークアイランド高級住宅地に建つ豪邸を3200万ドルで購入した。34億円ぐらいですかね。35億円ぐらいですか。ここは29世代だけが暮らすプライベートアイランドで警備体制も厳重だ。
島の住民全員が加盟しているのが近くにあるビリオネアズバンカーというカントリークラブ、ゴルフですね。会員300人で18ホールのゴルフ場とレストランがありって。でここにね入るためにはね会員の一人でも反対したらあかんのですって。でここはね白人だけのあれカントリークラブであって、ユダヤ系もアジア系もね認められないということはユダヤ人であるクシナ夫妻は入れてもらえへんやみたいなですね、一人はこんなこと言ってる。民主主義の原点である米国議会を冒涜し破壊する暴徒たちを英雄などという女、かっこイバンカさんのことと一緒に構想生まれたくないねっていうふうに言ってるらしいですね。まあね、一時はね大統領の娘ということで、まあ、世間にチヤホヤされてですね、トランプ大統領からイバンカは合衆国で最初の女性大統領になるとかで言われてたんですけど、どうやらそれはあれですね、カマラ・ハリスになりそうな雰囲気になってますけども、ということでですね、落日の日々ということがこのポストセブンで報道されております。これ多分大丈夫だと思うんで貼っておきます。はい、あかんかったらまた考えます。ということで、イバンカさんちょっと都落ちという感じでございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。